グサムで JPEG 写真のジオタグ情報を表示にコンディ 5000DSLR のジオタグ機能ソルメタ N2 ジオタギングとはジオタグ写真、ビデオ、ウェブサイト、SMS メッセージ、QR コード、RSS フィードといった数種類のメディアに地理識別メタデータを追加するプロセスであり地理空間メタデータの形式でもあるこのデータは通常移動系度座標で構成されているが コードやベアリング、距離、精度データ、場所名を追加することができる。ユーザーが端末からの足したような地点特定情報を探すのに役立っている。例えば、適切な画像検索エンジンで移度経度座標を入力することで座標が示す場所周辺で撮影された画像を探すことができる。また、ジオタギングが適用された情報サービスは潜在的に場所に基づくニュース、 ウェブサイト、その他リソースを探すのに使用できるようになっている。ジオタギングは、ユーザーが指定した画像や、その他メディアや視点にあるコンテンツの場所を伝えることができるが、逆に、メディアプラットフォームは指定した場所に関連したメディアを示すこともできる。関連用語である、ジオコーディングは、通りの住所といった、膝表ベースの地理識別を取得するプロセスを指していて、 関連する地理座標系の探索でもある。このような手段は別の検索手段を提供するために、ジオタギングと共に使用される。ジオタギングで使われる地理的地点データは、ほとんどの場合、赤道に沿って、成形180度から統計180度まで、本初子午線に沿って、北位90度から南位90度まで示される地球の各位置を示す、グローバル、ポジショニングシステムや井 軽度座標形が示される。ジオタグ写真には2つのメインオプションがあり、撮影した瞬間に地理座標が記録したり、撮影後地図に写真を添付することができる。写真を撮影した瞬間に地理座標データを記録するために、ユーザーは GPS、GNSS 内蔵カメラかデジタルカメラに加えてスタンドアイロンの GPS、GNSS デバイスが必要である。 これはアメリカ合衆国のワイヤレスサービスプロバイダが911コールでより正確な位置情報が提供されるように要望したことで携帯電話に GPS チップが搭載されるようになった事情がある。ほとんどのスマートフォンにはすでにカメラや GPS、GNSS チップが搭載されていてオリジオタグ写真が自動的に撮影することができる。その他カメラに GPS、 GNSS チップが搭載されていても写真に地理座標を組み込むのに必要な内蔵ソフトウェアがない場合もある。さらに内蔵もしくは外付けの GPS、GNSS が装備され自動、ジオタギングが可能なデジタルカメラもある。端末は GPS と補助 GPS の両方を使用している。AGPS は携帯電話基地局の電波到達範囲内ならより早く取得できる上、 建築物内でも取得できる場合がある。従来の GPS、GNSS は、携帯電話基地局は不要である。いずれの場合でも、郊外では、標準 GPS 信号を使用するが、バッテリー消費量が増える。ほとんどのデジタルカメラは、位置情報を画像のエキシフヘッダに書き込むために、スタンドアロン GPS、GNSS を併用し、フォトマッピングソフトウェアで処理している。 地理座標は重心数の増減など多くの方法でテキスト表示ができる JPEG ファイルフォーマットで保存された写真にあるジオタグ情報は基本的にメタデータに組み込まれている。これらのデータは写真に表示されないが特別なプログラムやほとんどのデジタルカメラや現代的なスキャナで読み書きできる。緯度や経度は旅の重心数表記で保存されている。 このジオタグ情報を読み込めるプログラムは、クロスプラットフォームのオープンソースであるグジフトツールなど、数多い。以下写真を読み出した時の例である、GPS Latitude 57Deg3856.83N、GPS Longitude 10Deg2426.79E、GPS Position 57Deg3856.83N、 10デグ 2426.79E。同じ座標で重心数の土俵期も可能。GPS ラピチュード57.64911。GPS ロンジェツード10.40744。GPS ポジション57.6491110.40744。エキシフに保存されたとき、座標は GPS サブアイフードの一連の有利数で表されている。これは、 歴史不明たデータの関連説を16新ダンプで表記したものである。GPS ディレクトリーウィズゴエンドトゥリーズ。0グスバーナニドイコール二二零タグス零零零零ダンプ零二零二零零零一グスラッテトゥダーフイコール N。タグクス零零零一ダンプ四二零零アスキー n イ二グプスラッテトゥードイコール十八五十六点八三 タグレイ X0002 ダンプレイ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 39レイ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 1レイ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 1ダンプレイ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 1633レイ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 64サングプスロンジェトゥダーフイコール W タグレイ X0003 ダンプ5700アスキー W0 ヨングプスロンジェトゥードイコール102426.79タグレ 0x0004 タンプ00 00 0000000000100001800001 00 00 000タンプ00 00 0000r77000064 00音声映像ファイルもメタデータオーディオエンコードオーバーレイを介するかコンパニオンファイルを使って ジオタグ付けができる。メタデータは後日解析のためのデコードのためにエンコードされたファイルにおいて地理空間データを記録している。オーディオエンコードはモデムのスクオークといったオーディオデータに地理座標の変換プロセスを伴う。オーバーレイでは記録されたビデオ上で地理座標をテキストとしてオーバーレイしている。コンパニオンファイルはそれぞれの音声、映像ファイルに対応する別データファイルであり、 基本的に、KML グランプリデータフォーマットがそれに当たる。音声、映像ファイルが、ボービス、コメントメタデータフォーマットを使用するとき、提案されている字を、ロケーションフィールドを使用することができる。すべてのボービスコメントのようにプレーンテキストで以下の、形式になる、字を、ロケーションイコール表示例、字を、 ロケーションイコール35.1592-98.4422410字の例のように、ジョザムズ標準は SMS2 字を URI を複数組み込む。RFC1876 は、ドメインネームシステムにおける位置情報を、表示手段を定義している。LOC レコードは、地点の緯度、経度、高度、精度、 資源につけるエンティティの物理的サイズを指定することができる。しかし、実際すべての資源に記録があるわけではなく、IP アドレスの物理的位置を検索するためのジオロケーションサービスに使用されるのが一般的である。ICBM 手段、JR 標準は ICBM タグ手段を必要としており、HTML 形式のジオタグ標準ウェブページに使用される。 メタネームイコール ICBM コンテントイコール50.167958-97.133185同じジオタグ形式は場所名や地域タグを追加することができるメタネームイコールジオポジションコンテントイコール50.167958-97.133185メタネームイコールジオプラスネームコンテントイコールカナダマニトバシュー ロックウッド群。メタネームイコールジオ、リージョンコンテントイコールサミリバール。RDF フィード RDF 手段は W3 グループで定義され、RDF タグで情報が提供されている。RDF、RDF、XMLNS。 rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns.xmlns. ジオイコール http コロンスラッシュスラッシュ www.w3.org スラッシュ2003スラッシュ01スラッシュジオスラッシュ wgs84 ポスジオポイントジオラット55.701ジオラットジオロング12.552ジオロングジオポイント rdfrdf マイクロフォーマットジオマイクロフォーマットは HTML ページに座標をマークアップすることでソフトウェアツールが見つけ出すことができる。例としてスパーンクラスイコールジオスパーンクラスイコールラチチュード50.167958スパーンスパーンクラスイコールロンジェプード -97.133185 スパーンスパーンと書くと次のように表示される 50.167958-97.133185。ガツや火星にも対応できるように、ジオの拡張が提案されている。例として、写真共有サイトのフリッカーでは、蒸気の形式すべてに対応する形で、ジオタグ写真の地理的データを提供している。産業的標準がない場合でも、情報リソースに地理的識別メタデータを追加できる方法が複数、ある。 一つの例として、Geo ブロガーズというウェブサイトが立ち上げ多くの人や、パノラミオやフリッカーといった、写真共有サイト、ソーシャルブックマークサイトであるデル・アイチオ・アス、写真のジオタグ編集に特化した geoimgr.com といった多くのサイトが利用していて、場所検索を通して見つかるコンテンツになっている。このようなサイトはユーザーが、マシンタグと呼ばれるもののセットを通して、 情報リソースにメタデータを追加できるようになっている。ジョタグド、ジオ、ラットイコール57.64911。ジオ、ロンイコール10.40744。これは特定の場所の地理座標形を表記していて、移動、ジオ、ラット、経度を、ジオ、ロンで表している。これらは WGS84 測地形に基づく重心、数表記の度で GPS、 GNSS では、標準的な測地形として採用されている。3つのタグの使用はタグが、単一のワーズのみになる、制約の中で動作していて、フリッカーやデル、アイチオ、アスのようなサイトにおける、ジオタグされた情報リソースの識別はタグが、ジオ、ラットイコールと、ジオ、ロンイコールで始まってからジョタグドタグの検索によって行われるため、非常に可変的になるのは必然である。 ジオハッシュを使った別のオプションもあるジオハッシュイコール U4 プライククベッジフリックフライが提案している監修でタグを追加することでジオタグされた場所を Google Earth で見る際に視野角と範囲を指定できるゲヘッドイコール225.00ゲティルトイコール45.00ゲレンジイコール560.00 これらの3つのタグはカメラが225度の方向、45度の視野角、被写体から560メートルに位置していることを示している。蒸気の方法を使用された場合、それらの座標は写真の内部エキシフデータが指定したのとは異なってしまう可能性があるが、補正もしくはカメラと被写体の位置の違いに起因するためである。ソーシャルメディアで ジオタグを統合したりテキストを読みやすくしたり、口述仕様のために強化するために、IME タグやタグトゥーミートの概念が提案されている。ハッシュタグの構造とは異なり、ミタグにはアンダースコアの後につく、即位情報が含まれるため、アンダースコアに続く言葉やスペースのないフレーズになる。マイクロブログやソーシャルネットワークサイトのメッセージでは文章に出た場合もしくは追加する形で、 言葉の前に、がつく。ジオブロギングでは、ジョタックスを通じて、ブログのエントリーに、指定した地理的地点情報を追加する。ジオタグ技術を使ってタグ付けされたブログや、画像の一覧検索でユーザーは、インタラクティブな地図で、特定の関心ごとの分野を選択することができる。GPS、GNSS 技術の発達、様々なオンラインアプリケーションの開発によってタグ付け。 されたブログの人気が高まっていて GPS、GNSS 内蔵携帯電話と GSM ローカライゼーションの組み合わせによってモバイルブロギングを牽引しブログポストの場所がユーザーによって正確にタグ付けされているリアルタイムジオタギングはジオタグされた写真や動画といったメディアを直ちに公開され共有するために自動中継する ブログのテキストに落とし込むジオタグのより良い統合や読みやすさのためにアンダースコアの後ろにつく言葉、文章、正確なジオローカライゼーション座標をミタグに変換するためのミタグの文法が提案されている。それのみならず、正確な位置を表記するだけでなく、動的にジオロケーションを変えるアカウントを取り込むことができる。記事をジオタグを使った検索を行う。 最初の試みの一つが2008年に始まったが、その後終了している wikinear.com で現在位置に地理的に最も近い wikpedia の記事を表示していた。2009年に出たサイクロープディアというアプリケーションでは現在位置から数マイル以内にあるジオタグされた wikpedia の記事を比較的よく見せていて、ストリートビューモードや360度モードもある。 同年に出たリスポッターウィキではメッセージングやレビューを通して地図を経由したウィキペディア検索機能がありユーザーが周辺の人々と交流することができるとされているが実際に行えるのはタグ付けされた写真をやり取りするだけだとされる科学的調査や複数のデモンストレーションウェブサイトによってジオタギングのプライバシーへの議論が世間の注目を集めている 多くのユーザーがスマートフォンで撮影された写真にジオタグが自動的に組み込まれることに気づかないまま写真をインターネット上で公開しており有名人も例外ではない。調査によるとクレイグスリストにある多くの売却広告では匿名であってもジオタグが付いていることで高額商品売却者の位置が露見してしまう上出品者の不在時間が特定される恐れがある。 インターネット上に公開された正確な地理的位置をタグ付けした写真やその他メディアは不特定の人々が個人の位置を追跡し他の情報と関連付ける作業を容易にしている。また貴重な動植物を撮影した際の位置情報は密漁者による乱獲を招く恐れがある。こうした危険性を避けるためには写真をネット公開する前にメタデータ除去ツールを使って ジオタグを除去する必要がある。ジオタグの危険性は軍事面でも指摘されている。2007年に4機のアメリカ陸軍アパッチヘリコプターがイラクで武装勢力の迫撃砲に撃破されたが、武装勢力はヘリコプター搭乗兵士が撮影しネット公開されたヘリコプターが映ったジオタグ写真に組み込まれた座標を使用していた。ありがとうございます。